大山コベは、ナデシコこハコベ属の多年層。インドなどに分布する S、モノスペルマバリエーション、モノスペルマを分類上の基本種とする変種。茎は直立して高さは40から120センチメートルになり、上部で分子し、上部に専門がある。葉は耐性し、葉心は、皮神経、卵状皮神経、長大炎上皮神型で、 長さ4から12センチメートル、幅1.5から3センチメートルになり、先端は A 頭から長 A 線形で、基部はくさび型、円は前円であや,やしわが寄って波打つ。長さ0.2から1.3センチメートルになる短い傭兵があり、基部の区基部は節となって膨らむ。葉の表面に毛はない。柿は8から10月。花の小道は約1センチメートル。 上部の溶液から大きな塩水状の集酸過剰を出し多数調整する。花柄は長さ3から1 2ト、mm、ルになり、線毛があって、普通方は小さい。学片は5個、軟質で筆型になり、長さは3.5から5ト、mm、ル、先端が栄線形になり、背面に長さ3ト、mm、ルになる線毛がある。花弁は白色で5個、より明らかに 短く、爪部が細く先はに中列し、裂片は尖る。湯水は5個あり、花弁より長く、約は紅白色になる。脂肪は、胚珠3個を含み、卵休憩になり、その上に3個の花中がある。果実は、学辺より短い卵型の果てとなり、1種子を含み、劣化しない。種子は褐色になり、計約2.5ミ、mm、リメートルの円形で、 表面は平滑。他の二個の廃種は不燃となる。日本では本州、四国、九州に分布し、産地の夏緑林の林内、林園や湿った林内に生育する。国外では台湾、中国大陸に分布する。和名、大山運べは大山運べらの意で、大型の山運べの意味。種小名モノスペルマは種子が一個のの意味。 ありがとうございます。